どうもシャーペンです。今回は、コネクトスキルの書っていうアイテムがあるんですけども、今年の7月に発表されて8月に実装されたアイテムでありまして、当時はそのまだね、枚数とか入手難易度とか、ワンピースコラボの件もあってバタバタしていたんで、まだ別に動画作んなくていいかなと思っていたんですけど、そろそろ、作っていいかなっていう理由もできたんで、今回はコネクトスキルの書に関してのまとめといいますか、おすすめやらを紹介していこうかなと思います。ご覧ください。ということで、まずは一応初歩的なことからなんですけど、コネクトスキルの書とはということで、獣神化界が持っているものとして、アーサリーや、コネクトスキルってのがありまして、それにはしかも発動条件ってのがあると。この条件を満たさないと、これが発動しない。で、しかもキャラクターにはよるんですけども、ただほとんどの場合はこれは発動しないと、獣神化の時よりもちょっと扱いづらくなるというか、アーサはさすがにいろいろありますけども、初期の、最初期のこのストライクとかコネクトスキルを発動しないと、獣神化の時に持っていたこの地雷対応がなくなってしまうんで、大抵の場合は発動したいというものとなっております。コネクトスキルの条件に合わせてパーティー編成する必要があるというものなんですけども、ただ、このコネクトスキルの書というアイテム、ここから持ってる場合は使えるんですけども、これを使うとですね、この発動条件を満たさなくてもコネクトスキルが発動するようになりまして、単純にパーティー編成の幅が広がるっていう、編成する際これ発動してるかどうかって気にする必要もなくなりますし、楽ですよね。で、ちなみにちょっと僕はまだ使ったことないんですけども、ちょっとフレンド申請してくれた方にすごい方いまして、そこのイチゴの方っすねこれかっこいいんだよな。発動するとこんな感じで、マークが金色になりまして、発動してるぜって感じになるんで、すごい目立ちますね。この子承認しちゃおう。かっこいい。よろしくお願いします。ということなんで、かなり使いたいってなるんですけども、その入手方法が、まず発表されたのが、天魔の古城の通算バトル突破数の報酬でありまして、50と300で入手することが可能ですね。ただしかしも天魔の古城なんでもめちゃくちゃ難しいですし、50はね、本当に積み重ねでワンチャンありますけども、300の方はね、長い。今完璧にやってる人でも到達するのは12月なんで、ちょっと道のりも長いですし、しかも枚数としてもこの2枚だけだったんですよ。これもあってまだ動画作んなくていいかなと思っていたんですけども、その最中発表されたのが、ちょっと時間進みまして、本日は10月24日なんですけども、こちら、ワンショットストライクの報酬にて、なんと、コネクトスキルの書が登場ということで、これ3枚目ですね。で、今日からおそらく条件解放されて、頑張ればというか、あと何日だ ?4 日か5日ですかね。ですね。4日なんで、人によっては苦手意識もありますけども、全然これ天魔やるよりかは、マジで入手簡単なんで、これは本当に必須ですね。頑張りましょう。今日から最優先事項、書を入手しまして、これをどうやって使うかってのが本題ではあるんですけども、そもそもおすすめキャラクターの前に注意点がありまして、コネクトスキルの書を使用したキャラクターのみ解放されるんで、仮に卑弥呼を艦隊編成する際は、1体だけ解放しても意味がないというか、他の3体は発動しないんで、4枚分のコネクトスキルの書が必要っていう、なので現状この3枚しかないっていう供給量なんで、今使用すべきってキャラクターは、1体編成するだけでこと足りる、サポートキャラクターとか、そもそも発動することすら難しいっていうキャラクターに限られているんではないでしょうか。で、しかもまたここ最近の回を見てるとね、なかなかにちょめんどいというか、スキッティとか、アーサー・アリスが意外とね、もうちょいなんか、出来はするんですけどね。アリスもね、出来るんですけど、やっぱりこれで勝つっていうかっていう、ちょっと香ばしい条件も増えてきているんで、コネクトスキルの書を出したから許してね感もある気がしてきましたし、あとやっぱり今後の回の実装、それこそルシファーとか、あとはコラボの獣神化回ですね、予想としてはやっぱり進撃が来年来るとは思うんで、リヴァイとかすごい気になりますし、そういうある程度性能が保証されてるキャラクターのためにも、温存するっていうのが大正解っていうのは変わんないですね。で、それを踏まえてもやっぱり使いたいというんだったら、おすすめは、やっぱ生命ですかね。これは最初から言われてますけども、発動条件が水属性のキャラクター1体以上、かつ木属性のキャラクター1体以上って、これはもう同シリーズの、茨城道と、出雲を意識してはいるんですけども、ただ両方とも編成するっていうのが厳しくてですね、完全にこれ35個見据えてまして、アンドロメダネオ、そのパーティーが組めるよっていうコンセプトではあると思うんですけど、ただそれ以外の場面では本当に扱いづらい。大体ほとんどの校内でクエストは多属性編成するだけで負けるってこともあるんで、なかなかに嫌な発動条件ですね。ただその分発動さえしたら地雷減速化ワープの3ギミック対応に、元から持っている3つの属性に対してのキラーに、さらに全属性キラー乗っかってきて、全属性耐性で火ダメも軽減可能。かなり
行使が豊富なアビリティとなっておりまして、マジでも通常キャラクターと思えないスペックではありますね。でしかもテステクエストは35個に、まあ、あとは天魔4も強いと思うんで、これ解放したらその辺のクエストのクリアとか周回が厳しい場合は、まあ、かなり解放する価値はあるんではないかなと思います。まあ、1体編成だけですけどね、2体以上するとまた2枚使わないといけないんですけども、個人的ではあるんですけども、仕事量を考えても、まあ、今一番解放する価値があるんじゃないかなと思ってますね。で時点で言われてるのはやっぱりティアラですね。この条件もね、アジン編成したらダメだよってので、今の強キャラクター大抵アジンですし、確認しないと大抵発動しないですね。でしかもこれ内容としても超 AGB 超減速壁 SS 短射時 L っていうね、ここに全て詰まってまして、まあ、TR これは発動しないと全属性耐性 M と超短縮はまあいいんですけど、ダミオとウィンド対応っていうね、かなりギミック対応が貧弱になってしまうんで、まあコネクトスキルの人の出番ではありますし、でしかも1体編成でいい、このサポートの性能なんで1体でこと足りるってのも利点ですね。で仕事としても天魔の5とかラルガメンテ、まあ、もちろんこの2つのクエストも鉄線アジンが多いんで恩恵感じやすいんですけども、まあサポートは結構今いっぱいいますからね。闇属性とかルナとかいますし、まあ、正直ティアラ必須の場面というのはあんまりなさそう。まあ、コネクトスキルの発表段階では注目していたんですけども、まあ、個人的にそこまでかなと思ってるけど、まあ、ただ一個の選択肢ではありますね。面白い性能ではある。で、まあ、でもここはありですね。仕事もらってる単純に。で、結構これも発動しない。バランス型のキャラクター編成するとダメですし、まあ、これも発動したらコネクトスキルも強力で、かなり豊富なアビリティになりますし、まあこの辺がね、まあハイスペック組ですよね。まあ、複数編成時の恩恵は変わんないんですけども、まあただ一体編成の幅が広がるんで、でこんな方やっぱりダルタニャンはありな気しますね。普通にキャラ人気も高そう。いや結構僕ね気になってるのはアトスなんですよね。これはさすがに今の状況使えないですけど、4種のコネクトスキルの書があったらつけたいキャラクターですよね。まあ、これもバランス型以外のキャラクター編成っていう引っかかりますし、まあ発動したら弱点キラー M が乗っかってくるっていうね、これも使いたくはあるけど、ちょっとやっぱり今の状況だと難しいかなっていう。で、まあ最近だと、まあ、ランスロット X。でもこれ発動するからな。別に、そんなに苦になんないですからね。あんま引っかかってる印象がない。でも、アーサー、アリスはちょっと、性能だけの話だと難しいですね。まあ、アリスも一応相方というかね、今のモンケーン、1体でコネクトスキルを発動できるキャラクターも登場したんで、まあそんなに、まあこれまたまだ枚数が少ない状況で使うとこではないかなっていう。感じですかね。遡ってあとチンギスさんもこれまあ広がる系か。まあコネクト解放してチンギスさん編成してもパワー型編成してもいいよって、あのパスカルとか利点は一応ありますね。まあそこかなと。まあ分岐重心か。まあこれはあの超線形と一緒で、まあ一方コネクト解放したらスライドしてももう片方も解放されてる状態になってると思うんで、まあ、分岐重心化は利点ありますけど、ただ今のところはデトラビと、まあ、ウリエルとシンジ。まあ、ウリエルはちょっとありかもしれないですけどね。で、地獄の方は完全サポーターなんで、これも発動しづらいですからね。まあ、一体編成、イデアとかのサポートで起用できますけど、まあ、今の環境そこまで必須級ではないっていう。まあ、ただ何回も言いますけど、今コネクト絶対解放しろってキャラクターいないですからね。あくまでこれおすすめというかね、使うならばって話なんで。ねえ。これ。なんだこの条件。まあさすがに性能があれなんでね、使いづらいですけど、めちゃくちゃこういう条件難しいキャラクターってのも今後、まあ候補には入ってくるなっていう。まあやっぱり今使うとしたら、アベノ生命か、まあダルタニアあたりかなと思いますけど、というのでここまでは性能だけの話なんですけども、現状僕はやっぱおすすめとしては一番、もう好きなキャラクターですね。もう性能は一旦置いておいて、もう単純にキャラクター自体が好きっていう、まあいわゆる推しですよ。まあさっきのイチゴの方もそうですけど、めちゃくちゃあれかっこいいんで、まあ正直推しだよってのは今伝わりやすい。今、枚数も少ないから。それはまあ一番後悔しないではないかなと思いますね。僕今のところも、選択肢としては、推しのキャラクターに使うか温存するかってのがベストだと思いますね。散々おすすめキャラクターとか言いましたけども。なので、使っていいですか？ように特急 EL3個とスライムですからね。さすがにまあ、コネクトの方は、ちょっと推しに、僕行っちゃおうかなと思います。やっぱりゼロ枚の状況を作りたくなかったんで、これ今回もらって2枚ですし、使っちゃおっかな。もう、ね、どうせ使わないんでな、僕、こういうところで やんないと。生命もちょっとね、迷ったけど、別に30億こと足りてるし、いっちゃいますか。こっちでいいよな。まあ別に厳選これ後からできるから。いいでしょう。いきます。あー怖い。いや多分これから、くれると思う。いっぱい後悔はないっす。いってらっしゃい。
あーちょっと演出見たかったもん。コネクト解放でスキップしちゃったっけこれ。見たかった。まあいいや。いやかっこいい、やっぱ。やっぱりモンスターとこれ相性いいな。でもなんかこれ特急 L の方が似合ってますよね、色的に。特急 EL にしてもいい気がするけど、色合いが今完璧なんだよな。はい。ということで僕はもう性能は度外視、完全なる推しに使いました。まあということなんですけども、現在分かっているコネクトスキルの書のありかは、まあ、3枚だけっていうのでね、かなり少ない、多分線形の書よりもレアになってますね。まあなので今後の入手方法についてなんですけども、まあ今年から回実装のペースも上昇しまして、まあそろそろ通常重心化の実装が、まああとなんか20か30ぐらいなんですけど、まあ今のペースだったら来年の今頃には終了していそうっていう。なのでまあもう10周年から本格的に重心化回の時代が始まるんではないかっていう。でやっぱり重心化と回の大きな違いっていうと、まあコネクトスキルでありまして、やっぱり編成する際にね、重心化はとりあえず艦隊組めばいいかってなりますけど、回の方はそうにはいかないですからね。まあパーティー編成考える楽しさはありますけども、まあ気軽に編成できないっていうねデメリットもあるんで、まあやっぱり回を主流にしていくんだったら、このコネクトスキルの条件っていうのは大事ですし、まあそのためにちょっと早めに、まあ、実装したんではないかなと思っていて、まあ僕はもう今年中早いかもしれないですけど、来年の前半頃には何かしら定期的にもらえるコンテンツとか発表されて、期間限定イベントの報酬になったりしていくみたいな感じで、まあ、急速に増えていくんではないかなと予想していますね。てかそうでもしてくれないとちょっとマジで需要と供給が合ってない気がする。であと線形の書っていうと6周年登場したんですけども、その1年後の7周年では、まあ、4種の線形の書が登場しまして、でしかもゲリラの日っていう、これ場合によっては、まあ、当時かなり希少なアイテムを大量に獲得できたってイベントもありまして、これによってまあ一気に超線形の時代が始まりまして、コネクトスキルの書もこの1年間でじわじわ増えていって、まあ、10周年で一気に広まるみたいなイベントが発表されるんではないかなと予想してますね。まあ、ちょうどそこで重心化の時代一区切りして回の時代が始まるっていうのは、まあ、いい流れなんではないかなと思います。まあ、ということで現環境ではまだ3枚しか入手方法が判明していない超激レアなコネクトスキルの書についてまとめていきました。よかったらコメント欄、神谷さんのまあおすすめキャラクターとか教えていただけるとかなり参考になりますので、よろしくお願いします。あとついでにチャンネル登録をしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ、ではご視聴ありがとうございました。さようならの章。